いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの DIY でカスタマイズ&メンテナンスということで、今回はですね、この車椅子マークについてなんですけれども、今回ね、僕の父親の方が1月24日に脳卒中で倒れて、4月30日だったかな、退院して、今近くの病院にリハビリということで今行ってるんですけれども、そうなるとね、障害者のマークがついてる駐車場にちょっと止めたい時とかがあるんで、こちらの方ね、ダイソー製品で、購入してきました。どこで急にね、皆さんの親族、ご家族の方だったりとか、ご自身がね、こういった状況を必要とするような時になるかっていうのがわからないんですけれども、こちらをね、購入するにあたって僕、一応ホームセンターだったり、あとはインターネットの通販とかですね、そちらの方を見てたんですけれども、たまたま立ち寄ったダイソーでですね、こちらの商品ですね、車椅子マーク、マグネット、これマグネットなんですけれども、こっちはね、吸着の方、吸盤の方ですね、それも、一応ですね、ここお見せしますけど、車椅子で、ダイソー製品吸盤タイプということで、品揃えがありますので、普通のね、お店とかに行くとやっぱり数百円程度、しますけれども、もう100円でね、これが2つ前後収まるんであれば、確かね、このマグネットタイプ、まあそのこのマグネットの大きさもちょっといろいろあるのかもしれませんけれども、貼っておくとですね、全然いいんじゃないかなと、思います。で、裏を見るとですね、注意書きのところですね、障害者の方のための商品です、健常者のモラルあるご使用をお願いしますということで、やっぱりね、こういうのは本当にこういう方がね、この車椅子マークの障害者のマークっていうのは、まあいろいろね、障害がありますけれども、これ身体障害者だけじゃございませんということですね。はい、ということで、ご自身の身の回りの方々がですね、もし仮に障害者になってしまった場合、こういうマークを必要とするね、車で乗せていくとかですね、同乗させる場合はこういったものが必要になってくるかなと思いますので、そういう時はですね、この動画を見てダイソーにもね、売ってあるんだよっていうのを思い出していただければいいんじゃないかなと思います。で、本当にね、これだけのマグネットの分だけで、何百円かな、本当600円前後ぐらいしたと思います。はい。で、こういうのって、その万が一ですよ、いたずらとかで取られちゃったりしても、また買えるっていうことを考えたりとか、そういったものを考えると、100円ショップに売ってるのは非常に助かるなと思います。はい。ということで、まあ、今回ね、DIY でカスタマイズ&メンテナンスっていうことでしたけれども、まあ、車にね、まつわる、こういったものっていうのを僕今後使用したいなと思ってますし、脳出血でね、まだその障害者の申請手続きができてないんですけれども、父親の場合はですね、右肘の可動域制限っていうのがあって、身体障害者4級、のね、手帳を持っておりますので、こちらの方をね、使用するということはあながち間違いじゃないので、今回動画を作らせていただきました。で、まあ、今回はね、脳出血で右半身麻痺になってる部分で、歩行もね、困難になってきてますんで、こちらの方をちょっと活用して、お店の出入り口に近いとか、市役所の出入り口に近いと本当に助かりますんで、車の方にね、使用して、乗せていったりとかですね、させていきたいなと思っております。それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。お疲れ様でした。